上、大井駅は、神奈川県足柄上郡大井町へ大井にある、東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は、CB02、大井町の南部、町大井地区に位置する駅。戦後の1948年6月に開設し、その後日本国有鉄道によって運営されていたが、1987年4月1日の国鉄分割民営化により、JR 東海に引き継がれた。 遺憾後もしばらく有人駅であったが、1997年3月に無人駅化された。現在は管理駅の松田駅が当駅を管理している。昭和40年代に強い西日を避けるため、駅員が駅改札口に植えた氷炭が1981年に交通公社の時刻表8月号の表紙を飾り、以来、氷炭駅として知られるようになった。町おこしで氷炭を 大々的に用いているため、駅前には、氷炭会館もある。また、毎年8月には、駅からほど近い大井町立小高中学校のグラウンドにて、氷炭祭りが開催される。氷炭は、無人駅化された後も、町民有志によって吊るされている。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。北側のホームが1番線、南側のホームが2番線である。 基本的に上下列車とも一番線を発着するが、一部の下り列車は上り列車退避のため二番線を発着する。かつては一番線が上り列車専用、二番線が下り列車専用となっていた。一番線に隣接して開業時から使用される木造駅舎が置かれている。開業当初は駅舎に接する端式ホーム一面一線のみを有していたが、 電化直前の1968年にホームを増設したので列車の行き違いが可能な構造となった。ホーム増設当初はホーム中ほどに校内踏切が設けられ駅員がこれを操作したが1997年の無人化とともに遮断機付きの校内踏切がホーム生館に新設された。また1972年1月までは校内で 鉄道交際会直営の売店も営業していた。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。出口から見た駅前いずれも、富士急湘南バスの路線。駅前ロータリーにある上、大井駅停留所と、駅から100メートルほど離れた、県道72号上の上、大井駅、入口バス停に分かれる。なお、上大井停留所には、 上記の路線はいずれも経由せず、徒歩10分ほど離れている。注車区出店。ありがとうございます。